ポルトガルリーグの古豪ビトーリア・セトゥーバルの選手であった父親の影響で、モーリーニョは幼い頃からサッカーに親しんできた。父親とチームメイトだったフェルナンド・トメイは少年時代のモーリーニョをよく知っている。ジョゼはいつもゴールの後ろにいたよ。お父さんがゴールキーパーだったからね。父親の背中をずっと見ていたんだ。やがて父親は選手を退いて監督となった。そして少年は痛切な出来事を経験する。ポルトガル人にとってクリスマスは家族が集まる特別な日だ。みんなで祝日を過ごしている時、父親が監督をクビになったことを知らされるなんて、それはショックだったに違いない。ジョゼの原点はそこにあったと思う。あれが今の彼のやり方を生んだんだ。成人したモーリーニョは地元で体育の教師になった。その傍らセトゥーバルのユースチームで監督を務め始める。すでにして現在の片鱗をうかがわせるエピソードがあった。とてもかなわないような相手でもモーリーニョ監督は言うんです。お前たちは勝てる、こうすれば勝てるってね。ある強豪との試合があった時には相手のセンターバックを挑発しろと言われました。その選手がカットしやすい性格だと知っていたんです。その通りやったらレッドカードで PK です。2対0で勝ちましたよ。こうしてモーリーニョは監督として初めてのトロフィーを手にする。早くからその指導力は際立っていたそうだ。いつだったか監督がそこに止めた車から出ようとしないことがありました。風邪をひいてでかいマスクをしていましたよ。で、ひどい熱でフラフラなのに手招きしてくるんです。いちいち車から指示を飛ばすんだ。熱心なのはわかるけどこっちはその度走っていって、そりゃ大変でした。サッカーに寄せるひたむきさは昔も今も少しもブレていない。この日私たちは偶然モーリーニョの父親と出会うことができた。フェリックス・モーリーニョ、選手としてポルトガル代表でもプレーし、いくつかのクラブチームで監督を歴任した。メディアの前では嫌われ者を演じることも辞さない息子を父親はどう見ているのだろう。O pai não era assim e se prejudicou. Portanto, ainda bem que ele é assim. Graças. Muito obrigado. サッカーの世界で生き残る術をモーリーニョは父親に学んだのだ。